みなさん、こんにちは。大家好、おす日、おすみえこ。日本語教師のみえこです。今日の話題は、日語の正義がことわざ、言語、是什么意思。那么しでは、みなさん、読んでください。では、みなさん、読んでください。とらぬたぬきの革山用。 取らぬ狸の革山よ。せまやー、にめちゃいだちゅうらいまー。わかりますかチェリ、かんだお、チェイがはんず、たぬき。うん、たぬきしせまな。じゅうし、りまうん、いじょんどんう。ん、チェイがことわざ、くんりふたぬきよごわんし。なまだおりしまいすな。おめいちかんいかんば。いっしょにみていきましょう。 首先ェイが漁師、注意がリし。レン说。タヌキを捕まえて、その皮を売ったら、一体いくらぐらい儲かるんだろうたくさん儲けたいな。如果抓住粒毛、ビン、バター、タピ、掉。到底、可以賺多少钱啊我想賺大钱啊。 然后呢这两个人有不满意的意見。首先这个姑娘说、まだ捕まえてもいないのに、そんなことを考えるのは早すぎるよ。还没有抓住犬猫。现在就想这些。还未是过早吧。然后呢小伙子说、そうだよ。まずはどうやって捕まえるかを考えるべきだと思うけど。 是啊，没错。我觉得首先应该考虑怎么抓住狸猫啊。好的，那么你们现在猜得出来“えとらぬたぬきの川算用”的意思吗？我们一起确认一下吧，好吗？“とらぬたぬきの川算用”的意思就是打如意算盘。那么“日”的解释也看一下。 まだ決まっていない物事に対して、あれこれと計画を立てたり、当てにしたりすること。對、还い决定的事情。要么定、这样、那样的计划。要么、就是期待过高。好的、那須看一下这个情况。这个情侣呢、很高心的样子。首先、这个何だ说 今日宝くじ買ったよ。今天我买了彩票。然后呢、他的女朋友说、じゃあ来月ハワイに行こう。那么下个月,月我们一起去夏威夷吧。然后呢、嗯、这个人在旁边听了他们的对话。然后说、取ら狸の革残用は良くないよ。 这样打如意算盘是不好吧？好的，那么关于トランのの川さ有这个情况也看一下。首先这个男孩子说、お年玉をもらったらゲーム機と自転車を買いたいな。お年玉でいいで安い 我拿到安い前後我想買、えー、遊戲机和自信車啊。然后呢他のママ说あまり期待を膨らませすぎても、取らぬたぬきのかわざんようよ。うん、リりーだ、期待を膨らます。うん、如果直接翻いだ话、えー、期待、碰い起来。<laughs> うん 就是期待过高的意思，嗯，所以呢，诶，即使你的期待值诶、欸、那么高，但也只是诶、欸、心里打打如意算盘吧。好的，那么你们现在知道了“トランタヌキのカワザ有的意思是不是？你们也有这样的情况吗？我今天有这样的情况。 就是诶，对还没有定下来的事情，想啊想啊，想这样想那样，脑子乱七八糟。诶，其实这样真的不好。嗯，如果你的期待太高的话，嗯，真的无法实现的时候，诶，失望也很高。所以呢，嗯，应该用诶坚强的心态来想一想未来的事情。 你们觉得呢？好，那么这次到这里吧，谢谢大家，ありがとうございました，拜拜。